みなさんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、我が家に除雪機が納車される日でございます。はい、あ、いない、はい、そう、もそう、今映ってるよ。うん、でもそう、めっちゃ映ってるよ。なんで舌出すの？ハイポーズ、ハイポーズ。はい、まこちゃん映して。ハイポーズ映ってる？まこちゃん映ってるよ。映ってる。まっすぐ、ほら映ってる。動かさないで。はい、ちゃんと両手で持って、はい、両手で。そう、はい、ハイポーズ。お、映ってないです、それ。え、でも馬力は一緒なの？馬力同じぐらいだ。あ、じゃあやっぱ新しいからちょっと小がちっちゃくなっても力があるってことか。前のはディーゼルだった。これは？これはガソリン。あ、そうなの？うん。元行かない？まず下ろす、まず音行け。あ、あ、音は傘いらないのだって。いらねえって言えばいらねえけど音なカッパでいいやん。まだですね、毎年3メーター、4メーター近い雪が降るんです。で、普通のお家用の除雪機っていうのも雪国の方では売られてるんですけど、このサイズだともう間に合わない。やっぱり田舎なので敷地が広い、まあ、それはお金があるとかないとかじゃなくて、普通に敷地が広いのでこのサイズじゃないと大変ですし、あと氷みたいな固い雪っていうのもあるんですけど、それも本当に小さい家庭用だと砕けないので、これだけ馬力がある除雪機を買わないと大変なんですよね。もう本当になんか販売してくれる方も、こんなに大きいので大丈夫なんですかみたいな、これ家庭用ですか、使うんですかみたいな感じでびっくりされていたようですけど、やっぱこんくらいの除雪機なかなか探すの大変なんですよね。いいお値段がするので。でも今回本当にいい出会えて購入することができてよかったです。バイバイだって。いいお別れだね。30年。え？何年？え？30年。はい、ということで昔の除雪機から新しい除雪機に変わりましたが、どうでしたでしょうか？超嬉しいです。どうもありがとうございます。めっちゃ逆光なんだけど。ありがとうございます。めっちゃ逆光でも音のかな。ちょっとここ、あ、映る、あ、映る、これで、はい、どう、はい、はい、もう一回言って、はい、どうでしたか、はい、新しい除雪機。超嬉しいです。超嬉しいです。私は、あの、注意をして。それ何、そのピースしてるの？ピースしてるの？やば、はい、ということで、バイ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 。ありがとうな、本当に。はい、まあ、皆さん、一人一人が分割で買ったものですが、はい、150万円。俺は当てやったハゲ。3人で150万円で終わりました。50万円。50万円ずつで。お兄ちゃんになりました。
ないね。ということで今年の冬も頑張ってください。で説はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。